皆さん、こんにちは。あや部長です。先週もコンビニに行ってきて、また新しいものを見つけてきましたので、紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃん。一平ちゃん、予定の焼きそば、たこ焼き味です。なんと、からしマヨネーズ付きマヨダック。かつおのうまみが、後が引く。なんと、いっぺん食べたらやめられない。いや、これなんかまさかたこ焼き味が出るなんてね、本当に一平ちゃんがなんかすごいんだなというふうに思うし、やっぱりたこ焼きたまに食べるんですけど、すごい温かいし、なんかうまいんですよ。で、実際はたこ焼きは入っておりません。まあね、まあたこ焼き味でもやっぱりどんなたこ焼き味か、まあ一平ちゃん食べたらどんな違いがあんのか、まあ食べてみたいよ俺も。まあ早速ですが、お湯入れていきましょう。はい、キッチンのところにやってきました。今、お湯は、えー、わい、今、お湯を沸いている状態なんですが、まあ、今、お湯や、はい、キッチンのところに来ました。今、お湯を沸かしている状態なんですが、まあ、早速ですがね、これ開けていきましょう。はい、早速ですがね、半分開けつつ、中身に入っていたのがこちら、ふりかけ。からしマヨネーズ一平ちゃんソースです。なんとこの3種類は、お湯を沸いた後に入れるらしいです。もうそろそろお湯が温まってきましたね。さあ、ガスを見て。もうこれ、あれ、湯気出てない。これ温まってるか？温まってる。これは大丈夫ね。そしてお湯イン。うお、っと。はい、そしてこの上にソースとマヨネーズを乗っけて、また4分後お会いしましょう。はい、4分経ちました。早速ですが、お湯を捨てていきましょう。どうぞ。はい、そしてソース。まずソースを入れていきましょう。よし、ソースイン。そして混ぜていきましょう。これソースの液がまだな。これソースの液か、なんかお湯が捨てきれてないのかまだわかんないですけど、まあ、ちゃんと混ざればいい。まあ、大丈夫ですかね。ちゃんと混ざればいいから。はい、そしてマヨビー。ちょろ マヨビームがちょろい これちゃんと出てるか。もうちょっとでなくなると思いますね。くそ。マヨネーズがなかなか出ん。はい、そして最後、ふりかけかけていきましょう。はい、できました。早速ですが、食べていきましょう。完成しました。一平ちゃんのたこ焼き味です。なんかふりかけがなんかたこ焼きの雰囲気に近いですね。まあ早速ですが、食べていきましょう。これマヨカラだから、多分辛いけど多分うまいと思う。たこ焼き味もすると思うから。よし、さあ混ぜて。で、それではいただきます。いいね。
もうちょっと味見してみましょう。甘いがついている部分をしっかりと。うん。マヨからでうまい。うん、やっぱね。まあちょっとたこ焼き味には近いんですけど、やっぱりマヨネーズが辛いのと、やっぱり全体的に混ぜるといい感じですね。ごちそうさまでした。はい、一平ちゃんのたこ焼き味いかがだったでしょうか。やっぱりたこ焼き味がしたのと、あとからしマヨネーズのマヨダクのところと、やっぱりふりかけのところがすごく美味しくて、なんか一平ちゃんのなんかたこ焼き焼きそばみたいな感じでとても美味しかったかなというふうに思いました。皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。